はい、おはようございます。カンパパです。今ね、僕がいるところは、町営の無料駐車場なんですが、これね、綺麗なお手洗いがあって、はい、この川の向こう、見えてる山がですね、生瀬富士ですね。で、生瀬富士の、頂上からちょっと外れたところに、通称、茨城のジャンダルムと呼ばれてるところがあります。今日はそこまで行ってみたいと思います。はい、今回のコースですが、スタートはこの地点、市営駐車場です。ここから舗装路、袋田の滝の下まで歩きます。滝の上まで階段で上がって気をつけて徒歩します。徒歩の後はアップダウンを繰り返しながら生瀬富士へ向かいます。生瀬富士に登った後は痩せ尾根を渡り切ってついに茨城ジャンダルムです。下りは急坂が続きますが、途中から緩やかになってあっという間に駐車場です。お、すごいね。これね、鯉のぼりだけじゃないよね。あれナマズじゃない、あれ生まれて初めて見てナマズのぼり。カブママはすごいど田舎育ちなんで、小学校の時ここに遠足で来たことがあるそうです。おお、見えたよ、袋田。あれがね、有名な袋田の滝です。もっと近くまで行くとね、大きく見えます。行ってみましょう。うわー、すげいや、ここも階段地獄だな。いや、階段地獄終わりかな、これで。だいぶね、上がってきました。川沿いのね、なんだろう、これお堂みたいなところに出た。ここがね、図書ポイントらしいんですけど、建物のね、裏手というか、こんなとこ渡るのこれ渡るのはいいんだけど、どこに取り付くんだろうね。ああ、ここまで来たけど。あの奥行っちゃうと袋田の滝ですね。落ちちゃいます。渡るポイントはね、ここ行くしかないね。やっぱゴールするのと違うね。はい、ここがね、一番の、ここはやばいよね、行けないよね、どう考えても。あそこまで行ければ
あそこは登れるわけですね。どうだろう、これジャブって行っちゃうしかないわ。どれ、うわちょっと靴の中入っちゃった。いや、ここも最後の、よいしょよいしょ、危ねえ、怖え、うわー来ました。ジョボンって入っちゃって大丈夫。ご苦労さんでした。あ、これあの長靴をお使いくださいって感じでここにあるんだ。すごい、ファブリーズまである。さあこっから上がっていくようですねすごいなこれ。はあ、カウンターですね。一人一回押してください。はい、はあ、いやもうあったよし、もうヨレヨレ。はい、袋田のね渓谷を、滝壺の方から上がってってで今度はね登り切ったら一気に 200m 下がって、で今、川を登頂しました。まあその川っていうのはね、あのその先行くと袋田の滝となって落ちるんですけど、で登頂した後ね、まあ、生瀬富士のねやっと取り付きに入ったってところなんですけど、こっからがね約1時間20分ぐらいあるって。なになに、おおおお、怖い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 、おすごい、うわー、袋田の滝の、ね、真上、いやーよく見えますよね絶景だけど怖くていけないいやーこんなポイントがあるんだ、すごいね、うん、まあ、ある意味茨城のジャンダルムよりも迫力あるかもしれない、カママがねまた変なラムネ仕入れてきました、これ森永ちゃん大粒ラムネシリーズのパインソーダ味だって。ウコン抽出物、まあ、黄色い色がついてるってことだね。はい、じゃあ早速、おお、もう見るからね、ウコン今日のラムネはパインソーダ味、いきます。さっきのラムネめっちゃくちゃうまかった、パイン味。今までね、あのカババチャンネルで、まあ、ただの普通のラムネからさ、まあ、いろんな種類のラムネ取り上げて、またね、友チャンネルでもね、ラムネいろいろ紹介して、もうほとんどラムネやったかと思ったんだけど、すごいラムネを見つけちゃってね、パインね、あれはいい、すごく美味しいですよ。なんか見えてきたな、あれが生瀬富士の手前のピークだ。立神さんか、
疲れた。ここが420かな。うん、これ今から向かう生瀬富士は402メートル。ここより低いんじゃないか。生瀬富士は、まあ、一応地図上では200メートルですね。なんかね、あの辺もそっとしてるのが多分そうかもしれない。うん、やっと来たね。これ5月のさ、今日何日だ、6日でしょ。これはもうあれだな、6月過ぎたらもう暑くて来れねえな。ああ、いやね、生瀬富士に向かってるんだけど膝がガクガクで行けないかもしれません。やっぱりね、大山の男坂が効いてるね、膝に相当。はい、それではね、生瀬富士、これから頂上に向かってきます。かなりねきつい登りです。山、ここ上がんなくちゃねんか。いや、カバンは先に食ってるんで、ちょっと怒ってこないか心配なんで下にいます。はい、行ったね。いや、きつかった。やってきた。あ、これがそうか。生瀬富士山頂です。11時8分。いやー、いい眺め。よし、じゃあ行きますか。じゃあきつ。ね、岩ちゃん、茨城ちゃんだるま、こっち通ってくみたいですね。まあここしかないんだな。あれか、茨城のジャンだろう。イバジャンだね。イバジャン、イバジャン、イバジャン、セサンプはい、というわけでございましたね。俺はちょっとね、あの膝が痛くてね、あのガクガクしてるんで、あそこまで行けなかったんですけど、でカウママがね、天使に会ってきました。お疲れ様でした。いや、どう思って顔してます。生瀬富士の、ね、山頂まで戻ってきました。じゃあこっからね、どこまで降りるかっていうと、まあ、この人見えてますけどね、あの辺まで降ります。さあ行きましょうか。ちょっとね、下り急なんでカメラしまいます。いやね、ちょっと急とは終わったんだけど、すごい。いや、こんな中降りてくの。今ね、5月の頭でこれですから、まあこの先もっと背高くなってくると思うんでね、こっから来る方はちょっと気をつけた方がいいかもしれないですね。
あとね、足元が見えなくなっちゃうんで、それ非常に危険なんで注意して歩いた方がいいと思います。おお、ここは生瀬天国ロードいや、今までね、やぶこぎで結構急な坂降りてきたんで、まあちょっと気持ち的に折れかけてたんだけど、やっと明るくなったね。本当だ、やっと明るくなって、はい、下界に戻ってきました疲れたな、ほんと疲れたわ、うん、おお、車の音が聞こえてくるね。安心する、ほっとした。はい、というわけでございましてね、いやー、思った以上にきつかったですね。ちょうどまあ、あの山かな、あの辺の山だよね。あれだね、生瀬富士ね。降りで使ったコースは、非常にね、アップダウンっていうのがなくてね、ずっとダウンで、非常に歩きやすく、また逆に登りやすい、コースでした。ただね、行きで使ったね、袋田の滝の上をね、ガーッと迂回していくところ、まあ、あれはね、体力相当奪われるんで、まあ、行かれる方はね、まあ、そこら辺留意していくといいと思います。はい、というわけでございまして、今日もね、動画ご視聴ありがとうございました。かばばでした。